役作りというか、そういうふうに役作ったっていうのは、白石監督のアイデアで、歯を白くしろという、ホワイトニングするという、なんか、その清潔感みたいな。まあ、前回、カナトリって彼女がその名を知らない鳥たちの時は歯を汚くしたんですけど、してましたね。逆に今回は白くするというね、歯マニキュアみたいなので白くして、でなんか清潔感を出して、高校生たちを安心させるみたいな、そういう感じですね。白石監督もそういうちょっと歯のこだわりとかがあるってことなんですか面白いね。そういうのはあるんですよね。爪を汚くしたりとか、その時はカナトリの時は、今回は結構爪を磨いたりとかして綺麗にしたりとしかもちょっと爪を収集か、そうなんですよ。爪がね、やっぱキーワードになってますからね。